またここか。またここか。はい、どうも、チッス凡人です。パート7かな？パート7かな？ちょっと、2日ほどね、出張で空いたのでね、ちょっと動きをチェックしながら、左、右、しゃがみ、三角、武器位置チェンジに、スタートボタン、セレクトボタン、×ボタン、OK、多分ね。はい、どうも、チーズ凡人ですわ。つむつむやりすぎて首が痛い。つむつむをね、やりすぎてね、首が、あ、前回のあらすじみたいな感じなんですが、なんか確か、怒ってきたんすよ。向こうから。何を言ってるか分からねえとは思うが、俺も分からねえ。怒ってきたんす。向こうから。で、あの、髪の毛の長い女の人に呼ばれ、あ、開く？あ、開く！開くよ？あ、ゲット！はい、というわけでね、頑張って、あ、今なんか見えた。あれ？ここにいた人がいない。どうなってやがる。新手の、新手か？そしてもう奴はいない。こっちはもう開かなさそうだもんね。本来だったら、あ、いや、でも、こっちに先に行くべきなのか？開く？そしてこの曲、あ、これは、鏡がありそうな。とりあえず武器がありますね。あ、こっち来てよかったですね。なんだこれ。なんだこれ。あ、部品かな？パーツかな？セバスチャンの周期。2005年3月。悪いニュースが一つ、パートナーが変えられた。いいニュースが一つ、マイナがイエスと言ってくれた。悪いニュースの方もそう悪くはない。ジョセフは素晴らしい刑事で、お互いうまくやれそうだ。クリムゾンシティにはもっと、彼のような頼りになる男たちが必要だし、一緒に働けることを光栄に思っている時々まるで、船底に穴の開いたボートに乗ってバケツで水をかき出しているような気分になる。一つ事件を解雇しても、別の10件が待ち受けている。KCPD は市民を犯罪から守る側盾だが、それは時にひどくちっぽけに思える。この人の、おうく、この人の手記はあれですね、愚痴とかがなんか中学生の恋日記みたいな多いですね。さあ、ここに行くんですが、油断ならぬように、前回もなんかイベントがあって怖かったですからね。え、ここは俺に必要な場所なのか。どういう意味だ。あれ、あれれ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 、お、お、あ、いいんだよな。あ、ん、さっきいたところもこの病院の廊下みたいだったな。ちょっと風景が変わっていましたけどね。ずいぶんお久しぶりです。お、あ、お久しぶりですね。すごいですね。よくわかりましたね。あ、お姉さん、どうも。お姉ちゃん、聞いてくださいよ。すごいね、変なね、怖い髪の長いお姉さんにね、追っかけられてね。違う人ですよね。違う人ですよね。あったな、これは。連続殺人事件、捜査難航。連続殺人事件、捜査難航。同じこと書いてある。警戒を続ける地域住民。新たな犯行がないことから、警察は犯人が潜伏もしくは移動した可能性を示唆。この世界が、若干現実とは異なる場所ってのは分かってきたんですが、実際の世界はどうなってるんですかね。本当にあの崩落はあったのか。その辺がちょっと怪しいところですね。セーブはちょっと早いので。あ、そう、能力強化が待っているんじゃないですか。あと鍵ですね。楽しみがあっていいですね。いやー、ルンルルン、ルンルルン。出張の新幹線で疲れた首も治ってくるアイテムは？お、入ってるな、アイテムな。取れないけど、なんか。
ここのアイテムも、あ、余ってる。やったね。これはいい。でも1個しか鍵ないのか。適当でいいですかね。お、グレネード。違う。フリーズ、あ、新しいボルトだ。敵に目、一時的に凍結、アガニスクロスボウ専用特殊弾、特殊な敵以外は凍結後、粉々に壊れる。ってことは、あれ、持てねえぞ。フル？フルじゃないでしょ。あ、いや、一個持ってるわ。おりりりりりり。おりりりりりり。ここはさすがに蹴破れない。お姉さん、お話ししましょう。セーブはいいです。お話ししましょう。あ、お姉さんと会話だけはできないのか。できなさそうですね。そしてこの、お、なんかここも光ってるぞ。これ出口かもしか、あれ出口かな。ちょっと次こっから出てみよう。さあ。8800。だいぶ溜まったようで、そんなに多くはない気もしますね。まあ、全体を通して、こいつ、これしかないので、能力値がね。ちなみに、前回は身体能力をマックスまで上げた気がしました。が、身体力の最終がクソ高かったら1万8000ポイント。まあ、ここから 60% 伸びるからね。そらゾンビも粉砕できますわ。ゾンビ粉砕も、意外とチートかな？ここ、全部上げちゃうとチートクラスになっちゃうのかな。注射器の回復、どれもいけそうな気がする。あー、フリーズボルト、あ、氷結範囲、これもね、どれが好きってないからな。ハンドガンの所持、ショットガンの所持数は増やしておきましょうか。アガニスボルトの所持数、手榴弾まだマックス持ったことないので、マッチをプラス5本、お、15本、ここまでいくとだいぶ楽じゃないですか。注射器が何とも言えないところ。ちょっとまあ他の場所見てみましょう。ウェポン、ハンドガン、連射速度、ダメージ量 120%、 速射、リロード、相談数、クリティカル、ここはまあ普通に、いや、アガニスクロスボウにしとくか。これ、アガニスクロスボウは全部だもんね。飛距離。あ、素早く。リロード時間。あー、これっていうのはないっすね。じゃあちょっとショットガンではなく、あえてハンドガンの、ダメージ。そしてリロードの、時間。さらに。まだ余ってる？相談数。いいでしょう。適当ですね。でもいいんです。まだ凡人は何がいいとか分かりませんから、いいんです。あ、一応じゃあセーブしとくか。ダッシュ。お姉さん、じゃあどうしようかな。ニュースロット、録画ももろもろ全部、なんだ、録画したものも全部放出し、今改めてね、じゃあここからスタートということになってますので、ニュースロットでございます。じゃあ頑張っていこうと思います。で、こっちから行ってみようと思いますね。お、あれ、あー、来た来た。怖いところに帰ってきましたよ。というわけで新幹線でね、首が疲れてね、なんか落ち着かなくてね、自由席を3回も移動しながらね、完全に不審者でしたね。いや、理由はないですけどね、どっちがいいかなって、さ、3つ並んでる席と2つ並んでる席とね。誰か、風の方がいらっしゃいます。風の方がいらっしゃいます。風かな？風か？誰もいない。ベッドも、もう引っ越した後のように、夜逃げかな？何にもないな。この下にいたりすんのか。また外にいるかな。いないね。別のことを話したいけど、他のことに集中させられてしまうというね。おっ、人影が見える。どっから来たっけ。
いるぞ。お前は敵か？敵だ！あれ？違う。敵じゃないのか？よくわからない。レスリーがいたって言ってた病棟が、なんか、治療を受けてたって言ってたんで、精神系の病院かなとは思うんですが、なんかいるんすよね。あれ、でもこっち来た。あれ？自分がどっちから来たかすらよくわからない。あれ？お、消えた。ん？こっちから来た。いや、これを取ってないな。また足跡が聞こえる。敵がいる？あっ！お前か！くそー。そっから出てくる。そこです！なるほど、こうやって使うの。よし、何？くそ、避けたのか、あの距離で。お前姿が見えない。あれだな、脅威ではあるが怖くはない。なぜでしょう。貴様の経験値いただくぞ。しかし、ただ弾がなくなってしまったな。ボンバイ、この凍結弾、まあ、次万が一的がいたら使ってみるか。何の話をしたんだ。なんか新幹線の話。お、女の子の声。やめてくださいよ。可愛い笑い声だけにしておいてください。ベートーベンかな。運命ということですか。この先、うお、下がすごい。トイレだよ。冷静に拾っていく。なんだここは。床が抜けてる。何かが通ったのようだよ。通ったかのようだよな。まるで。お、敵がいる。下か。下か。敵でもいるのか。この効果音の SE とね、いるのか。これたまには使ってみるか。ネズミだ。さすがにこれを下に投げて敵が襲ってくるってことは、そいつに気づいて襲ってくるとかないか。降りるしかないか。嫌だね。おっ、違うか、ネズミか。あ、お前ゲットです。ネズミも燃やせる。あ、こいつもまたしつけか。あれが動いたらネズミか。ずいぶん力持ちなネズミだな。しかしさすがは銃社会。なんかある、怖い。こういうのが一番怖い。飛びかかってきたりしねえだろうな。しなきゃダメ、音を立てなきゃダメってことか。
それだけでまるで難易度が上がったのごとく。怖いね。これしゃがみっぱなしにオプションで切り替えときゃよかったな。ちょっと明るいところに出ますね。何か音がする。なんか敵は直接はでも襲ってきたしな、一回な。普通の敵もいるかな。そしてここは押していいのか。ここを押す前に右に行っていこう。何もない。いてもわかんねえこと当てらんねえよ。おい、外しちゃった。いてやろ。さすが火力を上げた近接攻撃、狂気ですね。ただこのままではいかん。回復アイテム、回復アイテム、あれ回復アイテムをどうやって出すんだっけ。あれこうですね。ない。ちょっとショットガンの弾もないね。しっかりリロードしておこう。あいつら厄介だな。まだいるか、もういないか。何もなしか。ちー、出張でお疲れのこの刑事の肩がどんどんこのビビリで凝っていく。よし、ショットガンの弾一発か。この収集いってるのは一体なんだ。こっちも扉だ。開いちゃう。戻ろう。なんか聞こえる。ガンガン音がして。鍵を探せってことか。鍵を、そういうことですか。戻ってきたゾン。戻りゾン。ああ、くそ、どこにいたんだお前は。こいつは、おお、なんだと。くそ。くそ、死ぬか、生きてる。よし。まったく。こいつら本当にシャレにならんな、死んじまうぞ。もうちょっとうまく倒していかないと。難易度が普通に高い。難易度が普通に高い。なんか方法ないのか。気づかれないように行く方法があるんでしょうか。迷った。あれ、あ、戻っちゃった。HP 増えないな。自動で回復しないか。ちょっと怖いね、この HP。モードか。たどり着きたい。
たどり着きたいぞ。そしてあの奥か。あいつあの奥から出てきたのかな、やっぱり。こっか、だって急にもう、ダショウも行くしかないからな。ド派手に登場。この人形、壊れやしねえか。もう一匹ぐらいはいいんじゃないの。だって瓶がさっき置いてあったってことは、あいつ瓶が効くってことだよね。ランプを消すと見えるとか。あれ？ランプ消せない。消せた。ランプ消してもまだこれじゃ分かんねえな。足を取られるぞ。気をつけろ。最初に比べてだいぶアイテムが減りましたね。乗り越えていく。さすがに蹴らず。おイベントか。違う、自動ドア。この自動ドアが私の恐怖をかきたてるですか。姿が見えないのはどこまで姿が見えないのか。とりあえず一発分ぐらいは回復できるようだが。お、何かいるな。何かいるが、もう最近何かいたところで希望がないことが分かっている。ちょっと少し探索していこう。何もないね。よし、行こう。クリアだ。経験値。あとなんか、鍵か。なんだこの光。あ、病院のカードキー。気をつけろ。外が見えるな。いや、外じゃないのか。隣の部屋か。ランプを消すと怖い。でもしょうがないよね。いや、もういないはずだろ。こいつどうやって対処するんだ？武器がないときは。こうか。先手必勝。今どっちかっていうと影が映ったよな。まだいるか。しかしいいタイミング出てきやがる。出張帰りで疲れてるんですから手加減してください。お願いします。周りの者の動きをよく見るんだ。いや、見るんじゃない、感じるんだ。しかしさっきの感じからするとライトをつけていた方がいいのか。結構あいつ殴るだけで倒せそうなのにショットガンぶっ放しまくっちまったな。ここ
ピロイ。いくぞ。ピットな。よしよし。電気が通ってることが驚きだよな。失礼しまーす。失礼しますよー。お、なんか今止まったぞ。大丈夫か？これさぁ、ママよ。粉々にしてやるわ。気づかれたか？お、なんだ、おい、あれ？なんだあれ？ん？今のさっきのルビックか？あのアサシンのような動き、つまり敵がいるということか。俺が持ってるのは下手するとこの弾丸のみ。なんか作れるかな。ほとんど何も手に入れてないと思うんですが、何も作れませんね。しょうがない。3発の弾丸を頼りに行こうとしよう。3発の弾丸で敵の3点バーストショットを打って一撃で葬るんだ。それしかないぞ。私の生き抜くる術は。開いてやがる。お、何にもない。何にもないだと。あっ、あの野郎やりやがった。こいつどうするんだ。砕け。おお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 お、なんだ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 。覗く。なんだあれは。エクトプラズム。おっと、覗いたら穴が。え？他の部屋もそうかな。全然違う。これはトラウマ、刑事のトラウマ。お、なんかあったぞ。なんだこの、やるっきゃないみたいな、この燃やせますか。すごいことになってますよ。地下施設の手記。彼は嘘をついた。血を分けた実の息子にふざけやがって、よりいい場所に行った。あの偽善者、成人ぶったクズが、僕は知ってるんだ真実を。あいつの本性はあいつ自身より知っている。あいつは僕を罰したいだけだ。僕らの仲間がな、仲が良すぎるってずっと嫌がってた。だからこの機会を利用できると思ってる。誰が騙されるもんか。ラウラは死んでなんていない。え、どういうことだ。ラウラってさっき刑事さんの式にあったか。こいつが動かないわけがないよな。だから見ない。開かねえし。これラウラ、ラウラさん。え、なにこれ。え、なにこれ。開いたー。間違えた、ボタン間違えたか。開いたが、開いたけどさ、もう片方のボタンは何。俺悪くないだろう今の。なん、え、わけがわからん。血の跡がある。あいつは誰なんだ。
そしてドア、あっちのドアも残っている。いかん、胃が痛い、胃が痛い、怖い、ちょっとここ怖い。さっきの透明なやつが出てくるところの方がよっぽどいい、よっぽど怖い。おお、先にアイテム回収だ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。意識の同化に起因する。あ、最も初期の自覚症状は脳幹への鋭い痛みである。段階を追って毛細血管が膨張、出血する。自我の喪失に伴い強い自殺衝動が見られる。やがて彼らは自我を維持できなくなり、私の思い通りになるはずだ。思い通りだが、何かが完全に同化することを邪魔している。とりあえず30分ぐらい経ったんで、一旦テープを止めます。